今かなり皆さん呼吸合わせて準備をね行っているようですが、まあ本当にお天気もよく晴れてよかったですが、運動会日和、感謝デー日和となっています。それでは25人26着レーススタートしてまいります。位置についてよーいスタート。さあスタートしました。25人26脚レース、はい、順調順調、ゆっくりゆっくりね、まあ、これが一つね、あのいいんじゃないですか。白がかなり前に出てきているような、白がいいですね、呼吸合わせてますよね、はい、1、2、1、2、1、2っていう、まあ、おそらく掛け声をねかけながらやってると思うんですけれども、わ白早い、白早いですね。赤が少しゆっくりめ、青も結構迫ってきている感じ。さあどうでしょう、1人倒れたか白でも、止まってもゆっくりゆっくりね立ち上がって、そして前に出てきてほしい。あーでも赤どうでしょう、青も逆転してるのか、結構青が前に出てきてますよ、青が出てきている。このまま一気にゴールを目指してどうか、白か、白がゴール、判定中です。赤チーム頑張ってください。赤頑張れ、赤がもっと倒れた、赤倒れた。さて判定の結果、青がゴールを決めたということです。青、白の順です。そして赤頑張ってください、赤頑張ってください。一歩一歩ゴール近づいています。でも一糸乱れぬ見事な呼吸ぶりですよね、皆さんね。いいですね、今ゴールです。赤ゴールしました。1着は青、2着白、そして3着1着白でしょ。おっと物いいですね。物いいですか。物いいですよ、はい、今いや完全に1着でしたよ白が。おっと今井選手が怒ってますよあそこで。いやもう今最下位ですから必死ですよ。どうですかどうですか今。記録係よろしくお願いいたします。現在審議を行っております。しばらくお待ちください。審議中だそうですよ。確かちょっと白組かなり駆け寄ってますよ、確かに白はいいペースで来てましたね。いやいやちょっとやばいやばいやばい。お、抗議が始まりました。抗議が、現在こちらでは審議中です。さあどうなんでしょう、どちらが優勝したんでしょうか。いやこれは前代未聞ですね。いやちょっと、判定によってはこれ大変なことになりますよこれ。まあ2年前紅白戦ではね、はいはい、あわや乱闘になりかけましたよ。乱闘ですか。危なかったです。危なかったですね、はい、でも誰と誰ですか。今の今井選手がちょっと言い出していただいたんですけども。そうですか。でも納得して納得した、はい、納得した。2年前の紅白戦ではね乱闘っていうのがありましたけどね。あまだちょっとなんか不服そうですよ。まだ行きますか、はい、行きますか、大丈夫ですか。判定の結果をお知らせいたします。判定変わらずです。変わらず、1着青、2着白、3着赤、1位チームに5ポイント、2位チームに3ポイントが加算されます。参加をされた皆さんお疲れ様でした。